おはようございます、本日はですね久々に、天気になりまして外へ出てきております、今日はですね、どんな、過ごし方をするかというと、まあ、日本もねお盆だと思いますけども、タイもね連休中でございまして、はい、まあ、仕事をやりつつですね、空いてる時間で、YouTube 撮影をねしております。今日はですね、どんな、テーマでね、過ごすかというと、タイの田舎でチープだけど、リッチに過ごす休日ということで、皆さんにねご紹介したいと思います。まずはねこちらで、腹ごしらえをねしたいと思います。こちらね地元のクッティワさんです。カオマンガイもね美味しいです。はい、でメニューはねこんな感じでとてもリーズナブルでございます。でこんな感じでね、はい、田園カフェになっておりまして、なかなかね目の前は、田園が広がっております。アロエマイカ。で今日はね、クッキーを買いですね、鶏の入った、大盛りが50バーツで、嫁さんはガパオライスが40バーツでございます。はい、はい、途中でですねダムに、向かう途中でね、お菓子屋さんというかまあ田舎のセブンみたいなねところで、飲み物とねそれからお菓子を、買いたいと思います。まあこういうところはセブンイレブンよりもねはるかに安いですからね。はい、今ね、向かってる途中ですけどもゴム林がありましたね。こんなところにほらね、すごいすごい。それでねその間にねこれ多分コーヒーでしょうね。コーヒーの豆ですよねこれおそらくね。はあ、とてもねひんやりしたとこですね。まあ結局ゴムの木林の中に日陰があるんで適度な太陽光とでうまい感じでコーヒーが育つんですね。これは面白い。ひんやりしております。ここはね自宅からだいたい20分ぐらいですかね。はい、そんな場所に来ております。景色いいでしょ。なかなか鳥の声が聞こえて気持ちいいです。あ、ピッタ。ピッ。これは唐辛子ですね。はい、唐辛子畑の農家さん。ね、唐辛子も僕も、経験がありますよ。収穫のねお手伝いしたことありますけども、いやー大変、腰が痛くなってね本当に大変ですよ。はい、こちらがですね自宅からおよそ20分ぐらいにね、来た場所の、小さなねダム湖になりますね。はい、こんな感じのところで、平らなところがありますからねピクニックとかキャンプもできちゃいますね。はい、でまあ水はね、そんなに綺麗ではありませんけども子供たちは元気にね遊んでおります。はい、
これからちょっとね、ドローンをね、上空に飛ばしてどんな場所にあるのかね、見てみたいと思います。 Google マップでね、ここで子供たちがね、遊んでる動画があったんですけども、まあ今ここに3時ですね、雨がそんなに降ってないんで水量がね、これほどでもないですけども、まああそこが、タイドプールみたいなね感じになってて、まあ水量がいいと多いとですね、あそこに入って、超水遊びができるっていう、ね、感じみたいですね。はい、まあちょっと水量も少ないのと、安全でない感じがするので、ミカちゃんはここはパスですね。はい、まあ地元の子供たちの遊び場みたいになってますね。はい、まあね、タイの田舎はこんな感じで、のんびり過ごすのがね、一番ね、リッチな過ごし方でございます。はい、チープだけどリッチです。空気も美味しいしね、うん、お金もほぼかかりません。はい、川のせせらぎを聞きながら休日を過ごすというのもいいのではないでしょうかね。はい、そしてね、コーヒーを沸かして飲むと、あ、沸いてきた、よいしょ、ソプソプソプ、オッケーオッケーオッケー。昨日もですね、実は昼間に、日本からですね、まあいつも、ライターの仕事とか、それから動画編集の、仕事でね、お世話になってます社長さんがいらっしゃるんですけど、その社長さんから、ミーティングがありましてね、動画編集のね、仕事をこれから、やっていければということで、お話があってですね、これからまあ、準備が進んでいくんじゃないかなという気が、しております。いやー、本当ね、周りの人に、助けられて、なんとかね、生きております。はい、まあね、そういう方々に、今現在ですね、昨日も仕事をいただいて動画編集ですけども、その方にもね、お世話になってるね、社長さんですけども、ありがたくね、思っております、そういうね、方々が周りにいてですね、仕事をこういただきながら、このタイの田舎でね、なんとか生活が、できてる感じでございます。はい、いや最高ですね。まあ当然日本にもね、こういう景色の綺麗なところがたくさん田舎にはありますからあれですけども、タイは今ね雨季ですけども、気温がまあ若干低めで、もう日陰に入るとですね、昼間でも、結構ね涼しい、おいしいです。さてね、これからちょっとドローンを飛ばしたいと思います。インパーナ、あー、これは鳥を撃つんじゃなくてね、魚をね撃つ、すごいな、おほー、魚を撃つね、ワニレオコーパイトニパイレオワニパイレオ、あー、スタートに乾杯、プラマーギーナティナガ。パイトンネイカ。おー、ナンカミ？ハデンペニマムチェドゥ。あ、スワイスワイミ？クライクライ。おー。トンドンドンラペニーテンマムチェドゥ。メインバンカトニーユーソンラン。おー。メインナムスワイマイ？ティニア。スワイユー。あ、スワイユー。うん。じゃあちょっとこれからバイクで行ってみましょうかね。コップマカップ。いやー、今日はね、久々、2、3日ぶりのね、天気ですよ。
大雨はね降らなかったですけども、ぐずついたね天気がずっとね続いておりました。ここペチャもね、よいしょ、アンクイプーダイプーダイアンクイプーダイアンクイプーダイマイアンクイノーノー本当にプーレオケンケンイエンサバイマイイエンサバイではピニア何マイヨセマイマイヨー子供たちがね、やはり。まい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 。もっとさ、エレコパイ。まあ、有名行楽地みたいにね、混雑もしませんし。カトマッ。カトマッ。これ。お落ちちゃった。ああ、なるほどね。あの小豆みたいなのが入ってるカウニアですね。倒れ。あ、中に黒いが入ってる。これがね、10バーツですから40円弱ぐらいですね。おうん。アロイ。うまい。チュアライナチュティン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  T-E-N T でも E-N コーンコーンオッケー。これからですね、川遊びをねするそうなので、動画をね、どんな感じで川遊び地元の子がねするのか撮らさせていただきたいと思います。田舎の子供たちのね休日の過ごし方でございます。どこな、どこな、老体にはですねかなり、危ないね、状況なので少しね遠目から撮影をねしたいと思います。よいしょ、オッケー、おー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 なるほどなるほど、逆に滑っちゃうとやつを、なるほどね、滑るのを利用すると、オッケー。お、マイターも毎ターン、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 あんたらじゃない？オーケー、オーケー、サンキュー、サンキュー。YouTube たまはいな。はい、なんかもう練習も練習。サンキュー、ケンケン。ベリーグッド、ベリーグッド、ベリーグッド。なるほど。
おじさんはね、危ないからやりませんよ、本当ね、うん。いやーでも暑くなってきたから水に入りたい気分だね。次は止めないよね。ちょっとね、降りますよ。おじさんちょっと降りますよ。ゲンサバイ、ゲンサバイ、あーこうなってんだ。ここにね、寝っ転がって、あ、これ気持ちいい、あ、冷たい。おー、ゲンサバイな、これは水きれいだね。君なら、君ならなんだね。おー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 、飛びよ。さすが田舎の子やな。君あ、これ寝そばったら気持ちいいね。おー、なるほど。飲んだいめ、飲んだいめ、飲ん。おー、サバイ。おー、サバイ。オッケー。それで、これ苔がすごいっすよ。苔がすごい。だからその、苔をまあうまく使って滑り降りていくっていう感じですね。はい。あれは。うん、ないないない。おーおー、マイチェーパー。おお。あ、結構滑るね。あ？さあ、おおおお、さあ、草履を脱ぎますよ、川島。まあまあ、待って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 、待オッケー。あ？何かやに？あ、やにな？マイケバ？เอาตูดนั่งไปก็ได้ครับตูดสไลด์ไปเลยก็ได้ครับเอาตูดนั่งไปเลยครับนั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้เจ้าไม่ได้ไม่ใช่ครับเอามือไทยๆไปเลยก็ได้นั่งก็นอนได้เอานอนลงไปเลยนอนนอนเนี่ยแบบไม่ได้นอนอย่างนั้นนอนลาบลงไปเลยเอานอนปกติดีกว่านอนปกติดีกว่าซูมไงวะปอยฮะโอเครอก่อนนะรอก่อนนะงั้นหมูได้เงินซองไงเออโอเคโอเคได้これね、なかなかポイントをね、つかまないと、滑る場所がね、限られてるんで、でも逆に安全かもね。止まっちゃってるから、ああいう風に止まっちゃうのよね。
ก้าลุงก็มีไม่ลุงก็มีまあここちょっと坂になってるからね、ミカちゃんはちょっと危ないね。おお、おお、ここね、めっちゃ、おお、めっちゃ冷てー。おめっちゃ冷たい。水ね、ここはやっぱり勢いがいいところだね。結構綺麗ですね。変な匂いもしない。うん。で、うまい具合にね、苔の生えてるところと、生えてないところがあるんで、生えてるところは、滑ってね、滑り台になると、いう感じですよ。自分で。あ、うん。結構危ねえかもしれないな。結構ね、結構途中から勢いついてね、ちょっと怖くなりました。でもまあこんな感じでね、苔がね、生えてないようなねところもあるんで、安全に登ってはこれますね。はい。気持ちよかった。次から次へとね、子供たちが、まあ小学生から高校生ぐらいまでかな、中学生ぐらいまでかな、来てますね。うん、もう木が折れそうな、大きな少年もいますね。おお、マイベラマイベラ。おお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 お。やっぱ中高生ぐらいになると、あんなでかい上の木まで登って、でもまあ先端が折れてますからね。折れて怒った子供多いでしょうね。うん、でもまあすれ違うこともみんなね挨拶してくれて、いやー。気持ちいい休日でございますよ。おーどーい。おーおー、木が折れそうなんだけど。まあ僕らの小さい頃の田舎で遊んでたっていうか、おっとかなり しぶきが飛んでますけども、体に藻が絡んでおります。さあこれから帰って動画編集しましょう。はい、バイバイ。